今回はこのマイメロディのトートバッグとチャームの付録が欲しくて、このリズリサマイメロディコラボブックを買ってきました。本の表紙は大きくトリンドルちゃんが可愛いですね。で、ここにはマイメロディちゃんがいます。で、裏がこれ裏も可愛いですね。すっごい可愛い感じになっています。それでは早速この紐を切って付録を見てみたいと思います。トートバッグを取り出してみました。この端っこには花冠をつけた可愛いポーズのマイメロちゃんがいて、こっちの端っこにはフリルのリボンのデザインがしてあって、全体的にピンクのバラが散りばめられた可愛いデザインになっています。真ん中にはリズリザって書いてあります。で、後ろも可愛いデザインになっていて、こちらもこのバラが書いてあります。ちゃんとリズリサハートマイメロディって書いてあります。大きさは縦が30センチ、横が40センチ、マチが12センチあります。 E4 サイズのものがすっぽり入るサイズで、お財布やポーチなんかいろいろ入りそうです。トートバッグと一緒にこちらのマイメロちゃんのフェイスチャームがついていたんですが、このマイメロちゃんがゴールドで書かれていて、チャームもゴールドなんでおしゃれな感じになっています。で、後ろにはこんな感じでトートバッグの後ろと同じ感じになっています。今回たまたま本屋さんでこの本を見かけて買ってきたんですが、これは少し前に出た本みたいですね。知らなかったです。で、秋にもまたここに書いてあるんですけど、コラボブックの5弾が発売するみたいで、またマイメロちゃんの付録がつくみたいなんで、見かけることができたらまた買いたいと思います。